法廷法廷は、直進化下流剣術において、最初に学ぶ形であり最も重視された形。この形の稽古を行う各地の法廷会には、流派に入門せずに、稽古できる会もあることから、古流剣術の形としては、比較的、現代剣道界に普及している。法廷の方の演武時家進化下流剣術第15代の山田次郎吉は、旧西第一高等学校。 東京商科大学等で法廷を指導した。山田から指導を受けた加藤幹字や大西秀高、大森草原らも山田なきやと法廷を指導した。加藤幹字は法廷と市内剣道を伝えた。加藤幹字は法廷を日本農業実践学園で指導し、当時学生だった坂井翔平が受け継いだ。その後、剣道藩主球団小川中太郎が剣道会に紹介し、 また、自らも、堺から学んだため、剣道会に知られるようになった。堺翔平は、日本農業実践学園内で行う日本武道、修練会で法廷を指導していた。現在、日本武道修練会の系列で法廷を、行っているのは、市川市の行道会、龍ヶ崎市の御こと保守閣道場、椎名市へ、広島市の安人館、中西道場などである。 大西秀隆は50代になって、百連会を設立し、山田から伝えられた時進深陰流剣術を指導した。その内容は法廷のみではなくと、小立ち、はびき、丸橋などの形を伝えていた。一橋大学、高崎経済大学、早稲田大学等で法廷の指導を行った。一橋大学の卒業生を中心に、法廷を稽古する会がある。大森草原は、 僧侶になる前は、剣術道場を開いていたが出家後は、僧侶としての活動の傍ら、法廷の指導を行った。武道の研究日本農業実践学園編、大森草原、剣と禅。ありがとうございます。